こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと久しぶりです。はい、ご無沙汰しております。いやー、久しぶりに名刺をいただきました。はい、社長はそもそもが電気屋さん。そうです、電気部品の商社ですね。あの、はい、家庭用の電気を作ってるわけではないんですよね。はい、ではない。私たちが日頃見てる電気ではない。はい、でこう電気製品を壊すと、はい、その中に入ってる部品、うん、はい、それをあのいろんな面白い部品の中小企業の部品を見つけてきて、それを違う装置に売り込む。それで、はい、社長はもう鳥が好きすぎて奄美の生き物が好きすぎて電気屋さんなんですが、はい、実は、私の出会いというのは今から4年、まあ足掛け5年ぐらい前になりますね。19年、2019年、はいはい、コロナのちょっと前、本当にちょっと前ですよね。はいはい、多分徳之島の皆さんはですね、あのお土産屋さんで、このハンドタオルはご覧になったことがあると思います。これ見たことないですか？ありますよ。あのお土産屋さんに、徳之島でも今7、8カ所ぐらい置いていただいてますよね。はいはい、このハンドタオル、これ赤松瓶とこちらが奄美の黒崎。はい。はい、このタオルを作ってらっしゃるんですよね。そうです、はい、企画販売、ね、企画販売ですね、はい、なぜこういうタオルを作ってみようかと、はい、そうですね、もともとですね、そのこっちの生き物がすごい好きで癒されて、はい、それで自分が元気をもらえてるんですけど、生き物に1円も落としてないなと。なるほど。もう、あの回数はもうすごいんですよね。奄美大島は49回、49回も来てるんですね。徳之島は今日で8回目、はい、8回目、はい、あなんですね、はいはい、だからそのたんびに、まあ、島にお金は落とすんですけど、生き物のため専門にはお金を落としてない。な、はいはい、でも次来る時にどんどん生き物が減っていけば、私は困るわけですよ。癒されなくなっちゃうから、はいはい、生き物を見に来てますからね、はい、じゃあ野鳥に千円札渡してもどうしようもないので、自然保護団体さんに寄付が行くような、そういう仕組みができないかなと。素晴らしい、はい、ということで、はいはい、まあ、このタオルを開発したら、まあ、1枚あたり100円が地元の会に寄付が行くっていう、そうなんです、はい、まあ、そういう発想です。まあ、タオルタオルと私って言ってるんですが、ハンドタオルで、タオルもあのブランドの今治タオルの素材をお願いして、特注で作ってもらってるんですよね。はい、でそして、このそれぞれの島々の、希少動物の、刺繍、ね、刺繍を、これ刺繍はどこ来たらやってるんですか？刺繍も今治です。今治ですか、はい、うわ、もう完全に特注なんですね。そうそうです、はい、でそしてこの、中の、この台紙というか、はい、こういうのも染めに凝ってるんですよね。そうですね、あの染めは全部あの、はい、草木染め、これはこの栗で染めてます。このタオルの染め物、はいはいはい、あの素材もオーガニックのコットン、で染める材料も化学薬品ではなくて、はい、全部草木染めを使ってるんで、これは栗ですね、はいはい、そしてこの徳之島の、タオル、徳之島販売用のタオルの、はい、このパッケージを、はい、袋詰めをしているのが、はい、それはあのケトクにある一歩さん。そうですよね、はい、なるべく一歩さんの、はい、利用者さんが一つ一つきちっとこう入れてるんですよね、はいはい、4つに折ったり紐をかけたり、はい、これをあのハサミっていうか切ったりとか。そうですよね、はい、なるべく島に仕事が行くように、はい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 、してます。島に、このタオルは島にお仕事も、まあ、はい、落とし、はい、お金ももちろん落とし、はい、なおかつこの1枚のタオルを買っていただくと、自然保護団体にまた寄付をされると、はい、そうですね、でこれが今、はい、全国で、はい、もちろん奄美大島 と徳之島ももちろんです、はい、それから、はい、沖縄の方も、そうですね、西表、はい、石垣、はい、あとは黒島、あとは屋久島、あ屋久島、はい、はいはい、であとは和歌山と、はい、今三重県ですかね、三重県、はい、はい、あと栃木県、はい、のその場所の生き物を、生き物を刺繍して、で現地の障害者施設さんで放送して、はいはい、地元の自然保護団体さんに寄付が行く、なるほど、そういう仕組みです。ちなみに、はい、今私の前にですね、ここに並びきれないほどの、はい、実はこのタオルがあって、これ、まあ、
そうですね、これ屋久島のお猿さん、屋久島猿、あ、はい、屋久島のお猿さん、はい、はい、そうね、はい、はい、でこれが、そうですね、それは遊泳してるウミガメで、はい、あ、ウミガメ、はい、これは調査用のタグがついてる、ウミガメだけでも、はい、何種類かあって、ウミガメで、はい、ここにある4種類ですね、4種類、はい、足跡、あの上陸足跡タイプと上陸足跡タイプ、遊泳タグ付きタイプ、遊泳タグ付きタイプはいはいはい、はい、はい、あと変わったのでいくと、はい、これが西表山猫ですか、西表山猫、はい、これそれぞれの地方 の、はい、のその島に行かないと買えないんですよ、はい、そうです、例えばこの西表山猫の、このタオルを徳之島で買おうと思っても買えない、はい、やっぱりあのハワイのチョコレートみたいな感じになるとですね、はいはいはい、どこでも売ってるから、はい、やっぱ地域性、やっぱ島に来て買ってほしい、なるほど、はい、島に来て生き物を見て感動して、うん、それで島の売店にお金を落としてほしいっていうのがあるので、はい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 、ネット通販もだからしてないんです、あ、ネットで見たことないです、はい、これは、はいはい、で今ですね、まあ、こうやってそれぞれの土地のタオルを、希少動物を、まあ、あのタオルにしたものを販売を してます。で、本当にまあ100円、たかが100円と思っても、はい、されど100円で、はい、実は今、はい、大体おいくらぐらいの寄付をされてるんですか。2018年から、はい、あの去年の、はい、23年の、9月までか、はい、ので上半期、はいはい、までで一応500万円超えます、はい、すごいですね、はい、500万円それぞれ の、 その、はいはい、自然団体に、はい、地域の自然団体、まあ、そうですよね、保護団体に、はいはい、徳之島であれば徳之島虹の会さんで、奄美大島であれば奄美野鳥の会さんとか、はい、奄美猫部さんとか、はい、あと動物病院さんとか、そういうところにお金が、はい、まあ、行くようになっているわけですよね、はい、いや、よくぞそのアイデアを考えましたね、社長、ありがとうございます、いやいや、本当に、はい、なかなかね、はい、あの僕らはもちろん当然住んでいるので、はい、あの、ま、自然にそこに山があるのは当たり前 で、はい、で当然、ま、クロウサギがいるのも当たり前、はいはい、赤小便が飛んでくるのは当たり前なんですが、はい、そこに何かをこう対して、ま、自然団体にお金をというのはなかなかならないですよ、はい、うん、それはやっぱり よそ者っていうか、いや、あの石破さんが大臣だった時に、はいはいはい、あの地方地域活性化のは、うんうん、よそ者とバカ者と若者ですよ、はい、そうですね、で私はよそ者と、なるほど、鳥バカなんですよそれ2つあるん で、 そ、 んで、ね、その目で徳之島を見ると宝の島なんですよ、社長だってこの名刺をいただきましたけども社長の名刺の中には、まあ、当然、会社を経営していらっしゃいますので代表取締役の、肩書きがございますが、その後ろに見てみるとですね、もう自然保護団体の、野鳥の会を筆頭に自然保護団体の会員であったりとか、はい、理事であったりとか、はい、日本野鳥の会の理事も、はいはい、もう県ではなくて全国ですよね、はい、これは、はい、すごい、もう本当にもう鳥が大好きなんですね、はい、ちなみに日本に何種類鳥がいるか分かりますけど、その中で社長の一番好きな鳥って何ですか、はい、今あの鳥類目録第7版というのがあって、鳥類目録第7版、はい、それがあの正式な野鳥 の、 あの登録なんですけど、それが633なんですね、うんうん、その中でやっぱり一番好きなのはこの竜騎赤勝負、竜騎赤勝負、はい、これはもう全然見たくても、うんうん、あ、まあ、見る一瞬は見るんですけど、はいはい、写真がずっと撮れなかったんですよ、はいはい、で石垣島でも西表島でもずっと北上しながら、うん、さっきお話しましたけど、うん、写真が一回も撮れないんです、声も聞くし見るんですけど、はい、ですけど奄美大島で観光大使に任命された、はい、その日に、うん、動かないで電線に止まって、写真撮ってくれっていう感じで出てきてくれて、それはその時初めて撮れた、はい、最初は社員が怒りましたでしょ、いや、そんなことないですよ、社長だって、いや、それ電気屋さんなのにタオル作ってどうするんですか、言えなかっただけか、言えなかっただけですか社長に言えなかった、今は大丈夫ですか、今大丈夫です、はい、あ、一応これであの、はい、利益も出てますので、はいはい、あの専任の社員の雇用もできましたんで、このタオルの専任の社員が、はい、まだ私やってないですか、はいはいはい、あの多分来月から働いてますので、徳之島まず販売しているものはまず奄美のクロウサギ、はい、とそれから赤小瓶もですよね、赤ひげと赤ひげと琉球赤小瓶 と、
あとこの白タビクロウサギ。あ、白タビクロウサギはまた、はいはい、白タビクロウサギですね。はい、クロウサギも奄美のクロウサギは奄美大島でも売ってるので、はいはいはい、徳之島の方からですね、はいはい、徳之島だけのものが欲しいっていうお話があって、はいはい、その時にいろいろ聞き取りしたら、うん、まあ、虹の海さんの方で、はい、猪川岳周辺には、うん、足が白いクロウサギがいるんだと。それ虹の海の人しか分かんないですね。で、それ、うんうん、あ、これだと思って、はいはい、皆さんあの牛を作ってくださいっていう皆さんに言われるんですけど、あ、なるほど。牛のグッズはもういっぱいあるじゃないですか、はい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 、そこに私が今治タオルで牛でやっても、はいはい、牛のお土産がこっちからこっちに移動するだけだから、はいはいはい、徳之島で合計で落ちる金額は変わんないんですよ、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、だからないものを作らなきゃいけなくて、はいはいはい、その時にこの白い足のやつはなんて呼んでるんですかって言ったら、はい、白旅って言ってると。白旅、ね、じゃあその言葉を流行らせたいと、はいはいはい、うん、っていうことで白旅クロウサギバージョンが出たんです。これは、はい、だからこれは何も入ってないですけども、はい、こちらの方は少し、はい、足の先端が足の、ね、はい、これ刺繍も難しいですよね。そう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 、今治タオルならではですよ、はい、この刺繍はやっぱり、はい、で裏にそれを、うん、白旅は、はいはい、あの猪川岳周辺にいるっていう説明を書いてあるんですね、はい、うわー、はい、細かいな。ハブってないんですか。はい、ハブはまだないです。ハブって言われたことないですか。はい、いや、あのさっき言われました。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 販売店の方から。そうなんですか。ハブもいいんじゃないのと。はい、あ、あの、はい、皆さんからもいろんなリクエストが。そうですよ。まあ、徳之島といえば、はい、牛とも言うでしょうし、はい、ハブとも言いそうですよね。そうです、そうです。奄美大島はハブいますもんね。はい。はい、ああ。これちなみに、はい、まあ、まあ、この辺の世界自然遺産の島でいうと、はい、奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島ですけども、はい、この世界自然遺産でない島では販売をもちろんしてないんですか。はい、今のところしてないんですけども、はい、あの例えば沖縄ラブにもしたいと思ってます。あの、例えばあのウミガメも上陸してますし、そうです、クジラもいますし、はいはい、す、はい、クジラいないですね。クジラはまだ、そのクジラはね、いろいろちょっと構想はあるんですけど、あ、なるほどね。ここに小さい刺繍してもですね、はいはいはい、ちょっと迫力が、なるほど、ね、そこがちょっとポイントなんで、でかいのを作っちゃうしかないですよね。はい、はいはいはい、はいはいはい。そうか、はい、クジラはでかいの。まあ、いろいろあの他の島でもぜひやりたいと思って、宮古島もそうですし、はいはい、まあ、機械島だとか、うんうん、はい、沖縄の与論とかですね。はい、はい、その辺もぜひやりたいと。これからこのタオルはどういうふうに変わっていきますか、はい、社長の構想の中では。そうですね、うん、まあ、あの一つは、うん、まあ、一種類でなるべく多くのところに売れるものがあれば、はい、早くもその立ち上げることができる、すで、うん、にあれば、はいはい、でもう一つはやっぱり注目されていないけど貴重な生き物を知ってもらいたいので、うん、でそういうものをあの投入しながら、うん、まあ、できれば47都道府県に展開したいというふうに思っています。47都道府県に展開をすると、はいはい、ものすごい金額の寄付になりますね。そうですね、そうですね、何千万円まで行ったらいいなと思います。行くでしょうね、はい、でももう行く勢いですね、はい、今、まあ、1枚のタオルが、まあ、いろいろあの緻密に大胆にいろんなあの戦略を立てています。はい、まあ、売上が減るとですね、はいはいはい、今度はそれを当てにして保護活動をされようとしている自然保護団体さんが入ってこなくなると、じゃあ調査の回数がにあの10回ガソリン代になるよねというのが5回になったりすると、今度は生き物を守れなくなってしまうので、私としてはなるべくこれをあの長く、しかも少しずつ増やしながら、それをさらに全国にっていうふうに考えています。はい、多分この動画をね、奄美大島でもご覧になっている方がたくさんいらっしゃるんですが、はいはい、まさか、はいはい、この社長がこれを作られているとは今日初めてだったと思います、皆さん。そうですよ、はい、電気屋さんがというのがすごいです、ね、ぜひともよろしく。いや、素晴らしい、はい、ということで、はい、あのこの名前がいいですよ、見てください、地域の自然を守るタオルですよ、このネーミングは。社長がな、はい、なんかバンと降りてきました。バンと降りてきました、はい、それは5年ぐらい前ですよね。そうですよね、なんかタオルやろうと思ってたんですけど、はいはい、うん、名前が決まってなくて。なるほど、はい、一応登録商標を取りました。
地域の自然を守るタオル、はいはいはい、あーすごいな。いやでも今治タオルが今治だけでなくて、でまあ徳之島でも今治タオルの素材で買える、はい、ここにはあの、はい、物語が一つ一つ全て、ね、全て物語書いてるんですよね、はい、それぞれの、タオルに全ての物語があるというのが、はい、やっぱり素晴らしい、はい、社長の思いが、ありがとうございます。いやー、はい、もうバカ者、いやないですね、あの50回もあの奄美大島に鳥を見に通った甲斐がありましたね、はい、これで多分奥さんに許してもらいますよ、はい、何してんのあんたは毎日、ね、毎年意味わかんないですよね、毎年毎年奄美大島に行って、奄美の島に出かけて行って、はい、沖縄もじゃあ、はい、結構行ってますよね。そうですよね、はい、いや結構行ってます。素晴らしい。いや会社の皆さんも、はい、ご理解があって、はい、社員もお一人、はい、じゃあ、はい、次その担当の社員さんに会えるのを楽しみにしてます、はい、あの社長からじゃあ最後に、はい、あの皆さんにあの、はい、宣伝をお願いします。すいません、はい、ありがとうございます。あの、はい、今の通り地域の自然を守るタオルとしてやっております。あの観光客の方だけじゃなくて、はい、意外とあの地元の方がですね、うんうん、あの本州に親戚のところを訪ねるとか、はい、そういう時にお土産に持ってっていただいてる方が多くて、はい、まあ、奄美大島49回行きましたので、うんうん、私が一番49回お土産買ってるんですよ。だからお土産としてどういうものがいいだろうなと、うんうんうん、腐らない、うん、割れない、はい、重くない、はい、宅急便で送らず、うん、あの郵便で送れる、はいはいはい、うん、っていうことで、はいはい、あの少し多めに買っておいて、うん、後で渡すとかっていうこともできるので、はいはい、そういう手軽なあのお土産で生き物が守れます、うんうん、あの生き物守るってすごいその専門知識がある、うんうん、あの人だけじゃなくて、はい、買えば守れるっていう、うんうん、そういうまあ身近な自然保護活動にこれをの段階を、はい、あの誰でもできるものにしてありますので、はい、うん、ぜひそういう意味でご協力いただければ、で一歩さんの仕事も増えますので、そうですね、はい、よろしくお願いします、うん、あの雇用も増えつつなおかつ自然も守れるという、はい、素晴らしいです。いや、この仕組みを考えたなと思いますよ。ありがとうございます。いやということで今日はあの樋口社長でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや、これからどんどん、はい、島の皆さんもあのどうさぎ、あ、これだ、これをお土産にぜひ皆さん、はい、大和に行くときはこれをお土産に持っていきましょうね、はいはい、いろんなところで売っております、はい、あの島のいろんなところで販売をしてますので、はい、これからますます増えると思いますので、ぜひ皆さんこのタオルを覚えておいてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おぼらだれん、おぼらだれん、あ、さすが、あ、じゃあありがさまりょうた